活字の海、答えが出ず過ぎる時間で溺れてた。一人の夜、明かりもなく脳無が部屋に反響中。行き先は完結まで進んでく。どうしよう、現実は行き止まりの標識が見えてる。書き直して、また消して、止められない焦燥感。泣いてないって言わせて、完成は幻想。書き直して、また書いて、捨てられない物語。明日に待って期待して、しまうのはどうして。白紙の紙、変わりがなく白の絵の具で描いてた。寝れない夜、光もなく無地の汗が瞑想中。最果ての観光まで続いてく。一人旅、暗がりで探していた人影が見つけた。